皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回はですね、第107回看護師国家試験の午後の76番目の問題を見ていきたいと思います。感染症の届出ということなんですが、感染症の種類がいろいろあってですね、とても覚えきれないっていう、気持ちはですね、よくわかります。でこれは国家試験を受けるときには覚えなければいけないかもしれませんが、臨床で仕事をする場合には、もはやですね、覚えておく必要はないと思うんですね。感染症の、専門的な仕事をしている方は、もちろん知っておいた方がいいのかもしれませんが、一般的にはどこに書いてあるのかってことが分かっていればね、それでいいのかなという気がします。国家試験見ていきますと、保健所に届出が必要なものの組み合わせはどれかということで、計画はなんつらかんつらとこう書いてありますけども、これもですね、難しいですよね。難しいんですけども、学生さんはですね、どうにか乗り越えるしかないと。でこの説明を見ていきますと、結核とか梅毒とか、E 型肝炎、そして腸管出血性大腸菌感染症と、あとはエイズということ でどれくらいでこう、届出をするのかっていうのは、これ見てみるとですね、実は2種類しかなくて、直ちにと7日以内のこの2つなんですね。ですから直ちにっていう場合は、これ急いで対策を立てないと広まってしまう可能性がありますよっていうものが直ちにっていうことになりますよね。で、7日以内の場合にはそこまでではありませんよということになりますので、緊急性がものすごく高いのか、もうちょっと余裕があるのか、感染症の場合はね、人に移りますので、これは、もちろんですね、診断ができたらば、すぐに、治療等々はですね、あるいは予防しなければいけないんですけれども、保健所に届出をするというものに関してはですね、直ちにというものと、7日以内というふうに、この感染症に関してはですね、2つに分かれているということが、この文章を見れば分かるわけです。ですので緊急性が高いのか、そうじゃないのかということで、考えていくと、もしかしたら答えが見つけやすいのかもしれません。結核の場合、これ移りますよね。ですので結核の場合には直ちに、届出をした方が良さそうな気はしますよね。そして E 型肝炎、これもですね、血液感染症ですので、バーチに、届出が必要になってきます。あるいはですね、腸管出血性大腸菌感染症と、これもですね、食中毒ですよね。ですから原因となっている場所を見つけてですね、それで、何らかの対策を取らなければいけないということで、この3つが、直ちにと。一方で、梅毒とか、エイズ、後天性免疫不全症候群の場合には、これはですね、7日以内ということになりますので、少しね、時間的な猶予があると。というわけで、この中で、合っているものを見ていきますと、E 型肝炎が直ちにということになります。肝炎というとですね、A 型、B 型、C 型というものが有名なんですが、その他にもですね、E 型というものがありますので、こちらもですね、判断できたらば、直ちに届出が必要ですよということを、この機会に覚えておいていただければと思います。というわけで今回の出直し登録です。届出感染症は何なのか、その期間はいつまでか、事件性は覚えておこうということですね。国家試験が終わった方はね、これは覚える必要はないと思います。では今回の講義を終わりにしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。